フレデリック・コレットは、ノルウェーの画家である、リレハンメルなどの風景を描いたことで知られる、クリスチャニアで生まれた。1685年に、ロンドンからクリスチャニアに移ってきたイギリス商人を祖先とし、祖父のヨナス・コレットが1822年から1836年の間、ノルウェーの首相を務めた家柄である。父親も政府の高官で、母親は、 フレデリック・コレットが生まれて、すぐ亡くなった。士官学校で学ぶうちに画家になりたいと思うようになり、デュッセルドルフ美術アカデミーの教授のノルウェー出身の画家、ハンス・ギューデを1860年に父親と訪ね、ギューデから個人教授を受けた。ノルウェー出身のベテル、ニコライ・アルボと友人になり、1861年に写生旅行を行い、百六十二年には、 アドルフ・ティーデマンとイギリスのウェールズに旅し、その頃、ウェールズで活動していたハンス・ギューデを訪ねた。デュッセルドルフでは、ミューラーの私塾でも学び、デュッセルドルフ美術アカデミーのルドルフ・ビークマンのクラスにも参加した。デュッセルドルフの美術家協会、マルカソンの会員になり、デュッセルドルフで活動していた多くの北欧の画家と交流した。1873年に、 フリッツ・タウローと共にパリに旅した。1874年から1875年の間と1878年と1879年の間はパリやバルビゾン村に住むカール・フレデリック・ヒルやベルント・リンド・ホルムといった画家の下で活動し、バルビゾン派の画家の影響を受け、印象派のスタイルに近づいた。1883年にリレ・ハンメルを初めて訪れ、 1886年から没するまで毎年冬に街を訪れた。リレハンメルなどの冬の風景が得意な題材になり、寒さの中で描くために1890年代には、ソリのついた特注の移動可能な野外スタジオを制作した。夏は海岸で過ごすことが多かった。毎年秋にオスロで開かれる展覧会に1885年から1912年の 間に14回出展した。パリのバンコク博覧会、シカゴのバンコク博覧会の展覧会や、ストックホルムやサンクトペテルブルクの展覧会にも出展した。経済的に恵まれていたためか作品数は多くなく、生涯の作品数は230点ほどとされる。ありがとうございます。